できるだけ簡単に代謝を上げたい、そんな方におすすめなバイバイグッドモーニングというのを紹介していきます。今回たったの10回です。今回の動画を最後まで見ることで、体の弱い背中側、そこを全部簡単に鍛えることができるエクササイズを知ることができます。たったの10回です。一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、体の弱っている部分、筋肉の少ない背中側というのを簡単に鍛えるバイバイグッドモーニングというのを紹介していきます。このエクササイズのいいところは、たったの10回で背中全体を鍛えることができます。なおかつ道具を一切使わないので、朝昼晩いつでもどこでも簡単に行うことができます。体の前側というのは意外と筋肉があります。それはなぜか、体が前に進んで生活しているからです。しゃがむ時も前、起きる時も前、だいたい前側っていうのは使われてます。ですが後ろに進まないですし、後ろに体を倒さないですし、うつ伏せから体を起こせませんよね。だいたいひっくり返って上向いておきますよね。なので体の背中側っていうのはやはり筋肉が衰えてます。そこをしっかり鍛えることによって代謝を上げることができて、体の背中側っていうのは褐色脂肪細胞といって痩せ筋とも言われる筋肉の集まりです。そこにアプローチをしていくことで、今よりも早く痩せることが可能になります。今回は初級と上級2種目紹介していきます。そしてバイバイグッドモーニング、名前の由来からして朝行うといいって言われてます。ですが朝っていうのは体が硬くなってます、特に背中側。なので今回はプラスアルファキャットバックというのを10回ほど簡単にストレッチで行って、その後に初級と上級を紹介していきます。それではまずキャットバックからやっていきます。キャットバックというのは猫と同じ動きです。四つん這いの状態から腰を反らす、腰を丸める、反る、丸めるっていう動きを一緒にまず10回ほど行っていきましょう。お腹を丸めるときに息を吐く、腰を反らすときに息を吸います。体が硬くなっている方はゆっくり腰を動かしてください。それでは一緒にいきます。反る側からやっていきます。 3,2,1,GO!肩甲骨は上がらないように、3、4、お尻を上げてお尻を締める、5、6、7、8、9、10、 OK!そのままバイバイグッドモーニング初級編を行っていきます。グッドモーニングというのは、足を肩幅にして手は頭です。このまま腰を反らしたまま体を持ち上げる、おはようございますの挨拶のような感じです。前かがみになって体を上げる、そうすることで背中を鍛えることができます。これにバイバイを加えます。まず手の甲を前向けて、このまま前かがみになります。そしたら手をひっくり返して、ひっくり返して肩甲骨を寄せたまま上がります。足は肩幅で、少しだけ膝を曲げて、手の甲を前向けて前かがみになったら、手をひっくり返して肩甲骨を寄せます。寄せたまま体を起こしていく。そうすることで肩甲骨しっかり寄せて背中が使えます。そして少し膝を曲げて前かがみになることによって、もも裏を鍛えることができます。これがまず初級編です。1往復で1呼吸1回やってみます。1で手を戻す、ひっくり返す、
といった感じです。一緒に10回やっていきましょう。それではいきます。3、2、1、ゴー。1、ひっくり返す、起きる、戻す。2、お尻があんまり後ろに出ないように。3、しっかり上を向いて。5、6、体の後ろ側全部使うので結構体が温まったと思います。ですが前かがみになるので腰が丸まっている方は腰に違和感感じて痛い人もいるかもしれません。しっかり腰をね反らせてください。初めに行ったキャットバックの腰を反らした状態を作って前かがみになっていきます。次は上級編です。はい、上級編はスクワットを加えてやっていきます。今の状態から手首を返す、立つ、膝曲げる、手首を返す、立つっていう風にやっていきます。基本的にはデッドリフトと同じ動きです。ただ手が後ろです。これを10回やっていきましょう。1回やってみます。手の甲を前向けて、手首を返す、立つ、立ったらお尻を締めます、お腹を締めます。一往復で一呼吸。10回いきましょう。3、2、1、ゴー。手首返す。1、2、3、4、5、6、7、しっかり前かがみです。8、9、10。 OK、 今のバイバイグッドモーニングで体の後ろがしっかり鍛えられたと思います。そして二の腕がですねしっかり鍛えられているので背中の贅肉、二の腕、腰回りの肉、そこにもしっかり効いたと思います。そしてしっかりもも裏を鍛えることによってもも裏を鍛えるとお尻が締まりやすくなって、お尻が締まるとお腹が実はへこむんです。お尻を締めた状態っていうのはお腹が勝手にへこんだ状態になるので、今回のねバイバイグッドモーニングっていうのは本当に全身にねすごくいい効果をもたらしてくれるエクササイズになります。もし腰が痛かったよって方は今回は10回しかキャットバックしてないですけども、しっかりキャットバックをねやって腰回り温めて、それからやってみてもらえたらと思います。頑張った方、勉強した方、よかったらグッドボタン、コメント、シェアよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってます。フォロー、シェアよろしくお願いいたします。説明欄に貼ってます。今回もご視聴ありがとうございました。